布引丸事件とは1899年7月21日にフィリピン独立革命を支援するための武器弾薬を搭載した日本戦績の布引丸が東、シナ海ネーハ沖で暴風雨によって沈没した事件。フィリピン大統領エミリオ・アギナルドによって日本に派遣されたマリアノ・ポンセは宮崎東天や中村ヤロ衆議院議員の支援を 受けて、米比戦争のための武器弾薬とそれらを運搬する、布引丸を購入した。八百九十九年七月十九日に、布引丸は長崎を出港したが、フィリピンへの航海中の七月二十一日午前、東、シナ海ネーハ沖で暴風雨のため沈没した。布引丸には、フィリピン独立革命に参加するために、日本人志士も同乗していたが、 石川風船長以下19名が犠牲となった。その後、布引き丸事件と日本人によるフィリピン革命参加の企てを知ったアメリカは日本に厳重に抗議し、日米両国による監視が厳重になった。これに加え、フィリピン独立派による資金も枯渇したこともあって、日本からの武器購入、輸送計画は頓挫した。ポンセによって購入され、 フィリピンに輸送されることなく大倉組の倉庫に眠っていた残余の重機は、その後、ポンセの承諾を得て彼と信仰のあった、孫文の継襲事件の兵力として流用されることになっていたが、輸送の段になって、中村ヤロクがすでに無断で売り払い、かつ死傷していたことが判明し、一大スキャンダルとなった。この事件が要因となって、宮崎は、何は説入りしたという、ありがとうございます。